それでは飯田先生のご紹介をさせていただきます。飯田先生は京都大学大学院で原子力工学を専攻された後、民間企業の技術者として原子力関連の研究開発に従事してこられました。その後、北米で自然エネルギーの研究活動や非営利活動などを経て、2000年に環境エネルギー政策研究所を設立されました。持続可能なエネルギー社会の実現へ向けた現実的な政策提言や活動を積極的に行い、政府や地方自治体のエネルギー政策に大きな影響を与えている自然エネルギー政策の第一人者でいらっしゃいます。本日はグローバルなエネルギー変革、地域からの挑戦というテーマでお話を伺ってまいります。それでは飯田先生をお迎えしたいと思います。飯田先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介に預かりました環境政策研究所の、飯田哲也と申します。今日は本当にこのような素晴らしい場にお招きいただきましてありがとうございます。とりわけ主催者 の、 理事長会長、本当にありがとうございます。五位平和財団さんということで、平和を作っていくためにもちろんいろんな課題があるわけですけども、その中でエネルギーは最も重要な課題の一つだと思います。もう、古今東西というか、昔から、かつて太平洋戦争もそうでしたけれども、石油エネルギーを奪う奪い合うというのはまさにかつてどこの世界も本当に戦争のあるいは紛争のもとでしたし、その結果として、原子力発電は大元は広島長崎の原爆から生まれたものですし、でやはり平和利用と言いながら原子力が広がっていくというのは、その裏側にどうしてもやはり核兵器の開発とどうしても切り離せないというものがありますし、で、それ以上にこの石油石炭そして天然ガス、最近もロシアからとウクライナの紛争の、背景にあるのはその天然ガスの、資源紛争というのもありますし、この化石燃料、石油石炭天然ガスと原子力、これは根源的に独占、資源が独占もしくは原子力の技術が独占されていて、その独占に伴う、不公正、いわゆる北と南というか資源を持つものと持たないもの、あるいは、現在世代と将来世代の不公正というものがやはり紛争と対立の根源だと思いますが、これがやはり大きく変わっていくというのは、平和を築いていく非常に大きな礎になっていくんじゃないかというふうに思います。そういう意味で今日私がお話しさせていただきますのはやはり、世界中地球あるいは地球上あまねく降り注ぐ太陽エネルギーですね。で、これは本当に人類の長い間の夢で、かつての月に着陸したアポロ宇宙船もこの太陽エネルギーで電気を起こしてたわけですが、あの頃はもう本当にダイヤモンドと同じように高かった太陽光発電が今や途上国、日本はもちろんそうですが途上国のそれこそグラミン銀行のバングラデシュのグラミン銀行もそのソーラー銀行を作って、本当に途上国の皆さんが手に届くところまで今来たと。でそれが一気に変わりつつあるという、お話をさせていただきたいと思います。でやはりでも我々日本人にとって大きな転換点は、3年半前の福島第一原発事故、これはこれまでも阪神大震災であるとかですね、数多く起きてきた、天災によって引き起こされたたまたまの事故というよりは、私自身の受け止め方はやはり明治維新、かつての侍の時代から一応近代日本を築いたあの大きな転換点である、
150年前の明治維新と、そしてその後富国強兵というのがこの国の形の中心となって、でその強兵の部分が、どん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 膨れ上がって、最後は太平洋戦争である意味木っ端みじんに砕け散ってしまって、大きなまた戦後の平和日本の礎となった、出発点となった太平洋戦争の、終戦敗戦で、そこからまた70年の時が経て、再び富国強兵の富国の部分ですね、それが、高度成長、そして大量生産大量消費の、経済成長は日本を確かに豊かにしましたけれども、どこかしらその、まあ、何か抜けている欠けているものがあったと。でそれが生み出したある意味事故なんじゃないかと、そういう意味ではちょうど70およそ70年周期で大きく2つの国、この国の形を変える転換点として、まあ我々受け止めて見直さないといけない、そういうタイミングで起きた、あの日本の近代史の大きな事件だというふうに思います。で私自身はたまたま大学院で原子力を、学んで、一時期は原子力産業の内側にもいたものですから、まあ、この国の原子力産業が、あるいは原子力の国の規制のあり方とか電力会社のあり方も、内側の当事者として、かつて携わって、そこからあの北欧スウェーデンに90年代、ずっと過ごす中で、やはりこれから目指すべき社会のあり方っていうのも、その、今から20年前にはっきりと見えてきたと思います。で、日本はそこからなかなか抜け出せなかったわけですが、北欧、デンマークやスウェーデン、あるいはその後でドイツなんかが、まあ、大きく変わってきた姿が、まあ、今日になって非常に大きな転換を迎えていると。で、グラフでちょっと見ていただきますと、ちょうど今から10年前ぐらいです。2004年ですけれども、ここを境に、大きくこの青いグラフが風力発電で、次のオレンジが太陽光発電で、一番下は、世界の原子力発電。これはどういうグラフかといいますと、あの毎年その年その年1年間に地球全体世界全体で正味増えた、風力発電、1年間に正味増えた風力発電、そして正味増えた太陽光発電で、原子力は増えた年もあれば減った年もあるという状況です。 ですから去年の風力発電は、世界全体で減ったのではなくて、一昨年に比べると増え方が減ったんですけれども、実際には去年1年間で3500万キロワットというと伝わりにくいんですが、原発100万キロワット級の原発に35基分の風力発電が去年1年間でできたわけです。で、一昨年はもっと、3700万、ありましたから、もっと増えたわけですが、で去年で風力発電が去年3500万キロワットで、一昨年よりも減りましたけれども、世界全体で今どれだけあるかというと、合計で3億2000万の風力発電が今あります。で、太陽光発電は去年初めて風力発電よりも1年間で、追い越して、去年1年間で3700万キロワット、まあ、原発にしておよそ37基分が1年間で、わずか1年間でできた。で、太陽光発電はまだあの普及し始めて日が浅いので、世界全体で1億4000万、ちょっと数字がいっぱい出てこんがらがるかもしれませんが、何を言わんとしているかというと、原子力は増えたり減ったりして、実はあのほとんど実は世界全体で増えてないんですが、世界全体に今原発はおよそ430基、なぜ増えたり減ったりするかというと、確かに新しく作られる原発はないわけではないです。中国、韓国、あるいは東欧といった国々で年に3基とか4基というオーダーで作られるんですが、同時にアメリカ、ヨーロッパ、そして日本が原子力発電を作ったのは1970年代と80年代が中心ですので、今や老朽化でどんどん
閉鎖されていってるんですね。で、新しく作られる原発から閉鎖された原発を引き算すると、むしろ減っている都市の方が最近は増えるようになってきます。で、まあ、そういうことで今世界全体は430基の原発でどれだけあるかというと3億7000万キロワット。先ほど風力発電が3億2000万と申し上げましたので、太陽光1億4000万と風力を足すと4億6000万。つまり実は風力発電と太陽光はもうすでにおもちゃではなくて、この2つだけで原子力発電をもう去年追い越した。で、風力は去年ちょっとイレギュラーというかですね、アメリカの風力発電が急速に失速をしたので、今年多分アメリカはまた戻ってきますから、まあ、いずれにしても3500万から4000万キロと今年もできたとすると、今年の12月には風力発電だけで原子力発電と肩を並べます。そして来年になれば間違いなく風力発電だけで原子力を追い越し、太陽光発電もこの勢いで伸びていってますので、あともう少しでさらに数年遅れで太陽光発電をまた原子力を追い越すというですね。で、その時に特徴を見ていただきたいのはですね、まあ確かに去年の風力発電のように減っている年もありますが、この10年間の大きなトレンドを見ると、風力発電も太陽光もだいたい毎年の増え方が増えていってるわけです。で、毎年の増え方が増えるというのは、例えばお金のことに詳しい方とか算数数学に詳しい方は、すぐ分かると思いますが、まあ倍々ゲームといいますか、指数関数的に増えるわけですね。つまり増え方がどん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 増えていると。で、そのことが実は10年前は私自身も、まあ、この分野に入ってもう二十数年とか、もっと原子力からいれば三十数年ですが、本当に10年前は自然エネルギーがこんなに飛躍的に大きくなるとは全く予想しませんでしたけども、この倍々ゲームで増えるこの勢いがやはり今一気に世界を変えつつある。それが今人類史第4の革命というような言われ方をここ数年、まあ一説にはドイツのベンツの社長が言い始めたというふうにも言われてますけれども、第4の革命、人類史の第4の革命は、まあ、いろんな定義がありますが、一般的には、まあ、人類を生み出した農耕革命、人類が定着をして麦や米を作り始めた、まあ、農耕革命、そしてイギリスの蒸気機関、ジェームス・ワットの蒸気機関から始まる産業革命、そして、ノートパソコンやインターネット、最近のスマホとつながっていく情報通信コミュニケーション革命です、まあ、この3つが人類史的な非常に大きな転換点というかですね、まあ、革命というふうに言われていますが、このエネルギーがですね、根底から変わるというのが、今4つ目の人類史の革命なんじゃないかということを、まあ、言う人が、特にドイツなんかを中心にいらっしゃいます。で、今日今から見ていただくのはこういう今まで常識だと思っていたものが本当にひっくり返る大きく5つの転換ですね。その第1の転換は、エネルギーが、自然エネルギーは、まあ、今まではおもちゃとかですね、本当に野球でいうと2軍の補欠ぐらいと思われていたものがですね、ふと気づくともう、1軍のエースというか4番になっているという状況です。で、それを例えば見ていくと、まあ、そうは言ってもドイツやヨーロッパは頑張ってるけども、中国は原発ばっかり作ってるんじゃないかと、あるいは PM2.5 で石炭ばっかり作って、その日本に大気汚染を撒き散らしてるじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、確かにその側面はまだあります。その側面はあるんですが、中国は実は一昨年、これは実発電量です、1年間の発電量でついに原子力を風力発電が追い越しました。で、さらにぐんぐん伸びてきます。で、実はちょっと今日太陽光を入れてるんですが、太陽光が今ここら辺まで来てます。で、太陽光は今後で見ていきますが、急激に安くなってますから、この太陽光と風力は、中国の伸び方は世界的にも驚異的に伸びてますので、これはまたあと数年して振り返るとですね、本当に中国、あの中国かというふうに皆さん思われるかもしれませんが、実は凄まじい伸び方をして、ちなみにインドの風力発電も、そして最近では太陽光もですね、驚異的な伸び方で、まあ、他にもスペインとかいろんな国をまあ見ていってもいいですが、とりあえず世界全体の、自然エネルギーの発電量を過去50年間
見ていきますと、これは水力発電を太陽光と風力だけではなくて、木くずとかを集めて発電をするバイオマス発電という生物資源のエネルギー、これはこれも太陽エネルギーです。光合成で生み出された生物資源からエネルギーを。そして、地熱発電ですね。地下のマグマを使った、地熱発電で、あとは、水力発電、これはまあ昔から、100年以上前から人類が、発電源として、もともとは水力発電が主な資源でしたけども、今ご覧いただいたちょうどこの10年前からですね、この、じわじわと伸びていた曲線が一気に急激に伸び始める。で、これは世界全体の発電量です。で、下は参考値までにこれは原子力です。原子力は90年代、2000年代の初めに一瞬原子力の発電量に追いつきかけましたけど、今、急速に勢いを失っている。原子力発電の実は発電量のピークは311の福島原発事故によって失速したのではなくて、その前のもう2006年が世界全体の発電量のピークです。ちなみに日本はといえば、日本の原子力発電の発電量のピークは2011年の前年の2010年ではなくて、実は1998年が日本の原子力発電の発電量のピークで、これは先ほどなぜこんなことが起きているかというと、もうアメリカとヨーロッパ、そして日本の老朽原発が急速にリタイアしていってますから、それを補うだけ新しい原発はもう作れなくなってきています。一方で自然エネルギーは今見ていただいたようにもう加速度的に増えていきますので、これはもう正味の発電量で見て、もう自然エネルギーと原子力は世界全体で倍半分にもうすでになっていきます。まあ、とはいってもまだ自然エネルギーの発電量で見て世界全体のおよそ 20%で、しかしこの売買ゲームで増えているこの勢いを持ってすれば、もちろん10年ではまだまだ難しいかもしれませんが、例えば50年といった、タイムスパンで考えていけばですね、自然エネルギーが非常に もう完全に中心になっている。で、特にそれの流れを決めていくのが自然エネルギーに費やされるお金です。これは、研究開発もあるんですが、主に銀行が出す自然エネルギーを作るために、貸し出されるお金、あるいは、投資ファンドとかがですね、投資するお金と、それを政府が使うお金と民間が使うお金、それを毎年足し合わせたものですが、これもちょうど10年前には世界全体でわずか4兆円でしたけれども、2011年には28兆円で7倍に増えました。で、実は一昨年からちょっと減ってきているのはですね、去年は特にアメリカの風力発電が減った理由が大きいんですが、最大の理由は先ほど見ていただいたように自然エネルギーは全体に増えていってるんですけども、これはこの後見ていただきますが、太陽光発電も急激に安くなっていっていることが最大の理由です。いずれにしてもその10年前から比較をすると、だいたい5倍から7倍ぐらい増えていっています。で、この世界全体で20兆円とか28兆円という数字はどういう意味があるかというふうに、少し解説をしますと、世界全体でエネルギー全体で使われるお金の半分以上をこの自然エネルギーが実は占めています。世界の例えばオイルメジャーとかですね、その原子力に使われるお金がとてつもなく大きくて、自然エネルギーがそう言ってもまだ少ないだろうというふうになんとなく固定観念を持ってしまいますが、実は世界全体で石油に使われるお金と石炭に使われるお金と天然ガスに使われるお金と原子力に使われるお金を全て足し合わせたよりも、自然エネルギーには使われるお金の方が多くなっているんですね。つまりある意味その非常に大きな、グローバルなお金の流れで見ても、今時代の流れは完全に自然エネルギーに向かっているということが分かる。で、ちなみに日本ですけれども、日本は2011年のこの瞬間には、世界日本全体でおよそ5000億円の自然エネルギーの投資です。これは実は28兆円に2011年の世界全体自然に一番多かった、マネーの行方は中国で5兆円です。で、ドイツがほぼ同じ規模で5兆円、アメリカが3兆円、で、その後インド、ブラジルといった国が続くんですが、
まあ、そういった世界の大国に、日本も決して小国ではなく日本は本来大国なんですが、そのトップ10に入らなかったんですが、たまたま2011年に成立作られた自然エネルギーの買取制度という法律で、翌年から太陽光が急速に増え始めて、2011年には 1.3 兆円、そして去年は 2.8 兆円で、まあ、中国に次いで日本は世界第2位の自然エネルギーの、まあ、国内市場が出来上がったということで、ある意味やはりこれも311の福島第一原発事故から日本が若干変わり始めた一つの、まあ、兆しなんじゃないかというふうに思います。で、ちょっとあんま美しくない図ですけども、これは太陽光発電のアメリカの実コストの過去30年の下落です。で、太陽光発電は、あとこれ、まあ、もちろん風力発電も実は全く同じトレンドなんですけども、どん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 安くなっていく。時間とともに、歴史とともに安くなっていく。そういうエネルギー。これは人類史上初めて登場したエネルギーの特性です。時間とともに安くなる。で、なぜ太陽光発電や風力発電が時間とともに安くなっていくのか。で、これは今日ちょっと入れてないんですけども、コンピューターの心臓部、Windows とかにこうインテル入ってるというマークがありますが、インテルの創始者のゴードン・ムーア博士が50年前に、コンピューターの性能は2年で倍のスピードになるということを50年前に彼は、まあ、予言というかその時の経験則でまあ、ムーアの法則というものを、発言しました。それ50年前なんですが、その今日に至るまでこの50年間そのムーアの言葉の通りコンピューターの性能はほとんど2年で倍になっていた。なぜそんなことが起きるのかというと、2年ごとに素晴らしい発明ができて性能がこう向上するわけじゃないんですね。コンピューターというのはもう本当にいろんな技術とか、あるいはその素材とか製造技術、あるいはその、高度なですね、素子の技術までいろんなものの集積で出来上がっています。で、世界中の研究者、あるいは大学の先生、企業の研究者、そして、もう世界中のその大学や研究所や企業が日々昨日よりも今日、今日よりも明日、ほんの 1% あるいは 0.1% あるいは1ミリあるいは1円安くなり 1% 性能が良くなるための工夫を、最初のその素材のシリコンを作るところからですね、その半導体を作る細かいその線を刻む、光を当てて刻んでいくわけですが、その技術の線幅をちょっとでも狭くしていくとか、あるいはその製造技術としてのそのコストダウンの努力であるとか、その世界中のそして日々の努力によって生み出される人類のある意味知恵が積み重なって、それが集積されていくと2年で倍のスピード、まあ、コンピューターでいうと大体10年で、皆さんが持って今おられるスマートフォンなんかは10年前はスーパーコンピューター並みの性能なわけですね。あるいは今その日本では K とかスーパーコンピューターありますが、今のスーパーコンピューターは10年後は皆さんスマホ、まあ、スマホじゃないかもしれませんが、その頃はなんかアイウォッチとかメガネになってるかもしれませんが、の性能には間違いなくなっていくわけですね。で、そういう技術の進展のことを技術学習効果っていうふうに言われるんですが、それがコンピューターで言えば10年で倍のスピード、そして、液晶テレビであれば10年前は32インチのシャープの亀山モデルがおよそ29万8千円ぐらいでした。割り算すると1インチ1万円だったわけですけども、それが、まあ、その時に当時のパナソニックの中村社長が大きな投資をして1インチ5000円にするんだというふうに、目標で、まあ、巨大投資をされたのが、あの頃は日本のテレビの全盛期ですが、 今やそのあたりでは40インチが4万円を切って3万9800円ぐらいで売ってますから、1インチ1000円まで落ちていったわけですね。
で、そういう形でこのハイテク型の大量生産品というのはこの市場が広がっていく限りにおいてはどん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 世界中の技術者研究者が知恵と蓄積していって性能が上がり、そしてコストが下がる。で、太陽光発電や風力発電は性能が上がることイコールコストが下がるということになっていきますので、まあ、その結果としてこういう形で急速に下がっていく。で、なぜ特に最近急速に変わってきたかというと、このグラフを見ていただきたいんですが、ついに電気料金を下回り始めた。そして今なぜ価格が下がるかという原理を学んだ皆さんはすぐご理解されると思いますが、ここで止まるわけではなくて、さらにゼロには確かにならないかもしれませんが、まだまだどん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 価格は下がっていく。その分逆に性能が上がっていく。そうすると人類の知恵の集積によって、ガスよりも原油よりももちろん原子力よりも太陽光発電やそして風力発電は安くなっていくんだ。実際に風力発電、ここグラフはありませんが、アメリカとスウェーデンの風力発電は今だいたい 2.5円、日本はその10倍ぐらいなんですが、 2.5 円ぐらいで事業が成立するほど安くなっていくんですね。で、この、高いと思われていた高いと思われていた自然エネルギーが今や安い、しかもどんどん安くなっていくというのが日本の私たちの今までなんかこう、浸っていた神話というか思い込みと全く違う現実が今起き始めている。日本は確かにまだ高いんですけども、ドイツやアメリカ、そして中国、インドといった国ではもう完全に電気料金を下回って、さらにもっと突き抜けて他のエネルギーより安いという状況が生まれています。で、ドイツのエネルギーシフトは、ある意味日本が今手本にしているものの一つですけれども、ここの黄色が太陽光発電です。一番下からと水力発電は、まあ、これはなかなか増える余地がないんですが、この10年余りで風力がまず一気に増え始めて、そしてその後バイオマスエネルギー、そしてここ数年太陽光が一気に増え始めたという形で、増え方が2000年ですね、2000年にドイツは、ここの断面では電力のうち自然エネルギーはわずか 6% だったんです。で、その 6% の時に当時のドイツの政府、当時は社会民主党と緑の党でしたけれども、その連立政権は10年後、つまり2010年までに 6% を倍の 12% にするんだということを目標に掲げて、産業界やエネルギーの研究者たちからですね、まあ、ものすごく批判を受けたわけですが、実際に10年経過してみて2010年になると倍の 12% どころか3倍近い 17% まで増えます。そしてその2012年にはですね、ここに書いてませんが、すでに 24%、 わずかその後2年で4倍、2000年の4倍にまで増えます。で、実は今年の、1月から6月の今年の上半期ですね、彼らの時には 31% っていう速報がもうおよそ電力の3分の1、わずかほんの十数年前には 6% に過ぎなかった自然エネルギーがおよそ3分の1をもう占めるまでに至っています。それほど急速にどんどん増えていくというこのスピードがですね、非常に激しい。で、まあ、他にも自然エネルギーが増えていくと7つの配当というか7つのいいことがありますよと。電力がまずそのクリーンな自然エネルギーで自給できると。そして自然エネルギーを使えば使うほど外から石油とか石炭とかガスを輸入するのを減らすことができますので、まあ、2010年のレベルでももう3000億円節約。日本は今25兆円の石油、石炭、天然ガスを輸入してますが、まあ、そういったものをどん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 節約しています。エネルギーの輸入というのは GDP に換算するとそのままマイナス引き算になりますから、自給率を増せばそれはそのまま直ちに GDP プラスに
で地球温暖化の元となる二酸化炭素も減らすことができて、そしてその分国内投資をしますので、ドイツはおよそ5兆円規模の自然エネルギー市場がありますので、これは国内 GDP 的にはプラスですし、雇用が37万人で、これが2010年当時ですが、今はおそらく40万人を超えていると思います。そして、この後見ていきますが、地域にとって非常に大きなメリットが、地域の活性化と、そしてお金が汚いこととかですね、軍事とか危ないものに使われるのって非常に、未来にとっていいことにお金が使われている、これが非常にプラスで、そういった中でこれは1年前の去年の5月21日間の1週間のドイツの電力供給ですけれども、これ月火水木金土日なんですが、ちょうどこの太陽光発電が昼間のピークをほとんど供給してくれてます。よく太陽光発電、風力発電はお天道任せで風任せでですね、そんな当てにならない電源なんかもダメでしょうということはよく言われますが、確かに一気の太陽光発電や一気の風力発電はものすごく変動します。ところが太陽光発電がドイツ中に広がり、風力発電がドイツ中に広がって、ドイツは風力発電2万基、太陽光もおよそもそれ以上の数がありますが、そうすると全部が晴れていることはない代わりに全部が真っ暗になるわけじゃないのでですね、そうするとおおむね日照量に応じた電力が期待できる、いわゆる集合現象が、でここまで来るともう本当に電力供給として非常に十分期待できますので、もうちょっと細かいこと言いますと、これだけ国レベルに広がっていくと地域の雲とかですね、小さな風とかに左右されずに全体の気象でどれだけ発電するということがもう予測できるようになっている。それから最新の気候、いわゆる天気予報、気象テクノロジーと電力供給のテクノロジーが今や完全に融合して、そして、電力が今度太陽光や風力が減っていくので、その代わりの電気を増やしていこうとかいうことを全部非常に高度なインターネットも含めたですね、電力供給の技術で今補うようなそんな状況になっているんですが、そういった中で非常に大きな転換の一つはですね、今の1日分をクローズアップすると、これが昼間のちょうどピークの時に太陽光が供給をして、で風力発電も一定の供給をします。でこれはドイツ中のいろんな人の屋根とか農地とかに作られている太陽光や風力が供給していますの でこの下の灰色のところがこれまでの電力会社の石炭とか天然ガスとか原子力の発電ので供給されているもの で、この青い線は何かというと、ドイツは日本よりも一歩進んで電力がいわゆる完全自由化されていますので、株と町の株と一緒でですね、電気料金が1時間ごとに決まっていきます。で、実はこの太陽光と風力が入る前はこれが全部灰色だったわけですので、この灰色の時の電気料金っていうのは昼間ピークだったんですね。需要と供給の関係で、需要が多い時には限られた供給で、供給をすると価格が高くなるということで、実はこの昔はここは高かったんですね。そしてこの灰色、全部全てがほぼ灰色で高い電気料金をで、電力会社はコストを回収していた。今昼間太陽光と風力がドドッとなだれ込んでくると、かつて高かった電気代が下がっていっています。しかも彼らが昼間供給していた電力量が、減っていっていると。でこれはこれまでの電力会社からすると、これまで高い、昼間は高い電気代で大量に供給できて彼らはそこで利益を上げていたものが、今や価格が下がって、しかもちょっとしか売れないという、こう踏んだり蹴ったりの状態になってですね。でその結果、これちょっと先にこっちが出ちゃった。何が起きているかというと、これはドイツの4大電力会社、
日本でいうと東京電力、関西電力、中部電力のような存在です。の過去10年間の利益額の積算ですね。この下の足し算です。特に太陽光が昼間急速に入ってきたここ3年、4年の利益が急速に下がっていってます。で、既存の電力会社は自分たちが持っている発電源から売る量が減って、しかもその価格が減ってしまっているのでですね、今このままいくと自分たちは倒産するんじゃないかというような、まあ、そういう危機感に、今瀬戸際に立たされていて、まあ、実はそのために今年8月1日にドイツの固定価格という制度の改正がなされて、既存の電力会社をもっと生き延びさせるための若干こう緩和がなされてしまったんですが、ただ大きな流れはちょうどその大きな象か恐竜を小さなアリカネズミが倒していくかのようなですね、今そういう現象が起きている。で、これが2つ目の本当に大きな転換で、いわゆる巨大な古い大きな構図というものがですね、こう崩壊していく、そういうそれを今歴史のスローモーションの中で今目の当たりにしていて、もう一つはベースロードというちょっと専門的になりますけども、これまでずっと日本の政府とか電気事業連合会とか電力会社のパンフレットには日本の電気というか、まあ、電気というのはまず、昼間のピークがあって夜は少ないので、まずは安定した原子力発電で、これがまあベースロードとして、まあ、他にいつも発電している水力発電をそこに入れて、で、石炭とか天然ガスの火力発電でこの、まあ、ミドルというかですね、この間を担って、で最後のピークのところはさまざまなその水力や揚水発電を含めて調整していくという、ベースロードとミドルとピークという、これが伝統的な考え方で、今年の4月8日に安倍政権で閣議決定されたエネルギー基本計画も原子力は重要なベースロード電源だということを、まあ、断言しているんです。ところがドイツが2022年に原発すべてなくす予定で、今段階的に原発を閉鎖していってるんですが、実はもうベースロードという考え方がなくなるか全く考え方が変わっているんです。ベースロードというのは変動する風力発電に、この太陽光発電に変動する電源をそこに入れて、でその他、他の調整できる電源をで需要のピークに合わせていくんだというふうに、まあ、主客が逆転をしてですね、でもちろんこれをドイツはさらにこのグレーのところも全部自然エネルギーで置き換えていきますので、その時にはバッテリーであるとか水素であるとか、あるいは、蓄電とか使う側を減らすとかですね、いろんな形でこれが全て最後は緑がバイオマスですが、自然エネルギーで全て供給できるっていう絵柄を、これは2022年ですが、2050年にはこの廃炉も全部なくしていくっていうところで今動いてますね。この変動する電気が、実は変動するベース電源、もしくはその古いベースロードという考え方がもうなくなっていくと、これも今全く日本である意味刷り込みを受けた日本人にはなかなか理解しがたいんですが、すでにもうこれのもう半分近い状況はもうすでに実現化して、運用されていると。で、まあ、ドイツもそうですが、これ日本の太陽光発電、まあ、本当はドイツせっかくですからちょっと今日グラフに入れてなかったんですが、せっかくですからまずドイツの状況をやっぱり見ていっていただきたいと思います。先ほどの ドイツの過去2009年から去年までの4年間を1分20秒に縮めて、太陽光発電がいかに急激に増えていってるかというのを
一つの太陽光を一つの黄色い点にして、ちょっともう一回最初に戻しますと、一番最初は真っ暗なんですね。それが急激に明るくなって、でこのスピードでドイツ中にどんどん広がってます。でここがミュンヘンなんですね。で皆さんご承知のようにドイツは日本よりも緯度がすごく高いので、ここがミュンヘン、札幌、ミルウォーキーの札幌と同じ緯度ですから、この北の方はもうサハリンと同じぐらいになります。ですから日照量ははるかに日本より少ないです。でそのドイツで全土で、しかも北の方でもですね、まあこんなスピードでどんどん増えているということです。でこれがまあ今もなお継続していって、でちょっとこれで止めて、で実はそれが今日本にも起き始めていまして、でこれはまあ去年 の, はあの春の断面ですが、ちょっともう点が潰れちゃってますが、日本中で同じように広がっている、まあ、太陽光発電ということ で今日本はわずかこの2年の間に、去年1年間で700万キロワット原発7基できて、一昨年が500万キロワットで、累積で、あ、一昨年もうちょっと少ないです、300万キロです、ね、累積で1300万キロワット、まあ、この2年だけで1000万ぐらい増えてますので、原発10基分相当、実はこの太陽光が増えたこともですね、夏の原発なしで乗り切ったことに相当貢献しているというふうに、1000万キロ、あ、1300万が全部は稼働してなくても、おそらく半分ぐらいは貢献していると思いますので、原発5基分か6基分は太陽光発電になって、同じペースでこの先増やしていくと、夏とか昼間のピークはドイツと同じように日本もですね、カバーしていける、まあ、そういうことになっています。で、かつて日本は太陽光のパイオニアでですね、この赤が日本ですけれども、こうですね、2003年までは日本が名実ともに最大でしたけど、今からすると非常にまだ少ないです。で、ドイツがこの緑ですが、2004年に日本を追い越して、日本を置いてけぼりにしてぐーっとリードしていきました。で日本は先ほど申し上げた311の後からですね、特に去年ですが急速に増えて、去年は世界で2番目です。ちょっと目立ちませんが、中国がこの茶色で書いてありますが、中国は、この一昨年ぐらいからポンポンと増えて、去年1年間で1100万キロワットということで、去年は中国が世界で最大、日本が世界で2番目というぐらいに復活をして、これは全てこの、FIT というふうに書いてますが、固定価格買取制度というものが2011年まさに311の原発事故の年に、導入をされて、法律が成立をして導入されたのは去年の2012年からですけども、まあ、これはまたこれもやっぱり311の一つの本当に歴史的な、まあ、いい方の偶然ですが、311の2011年3月11日の午前中に、まあ、当時の民主党政権でこの自然エネルギーの買取法、ドイツと全く同じ法律なんですが、これを国会に送ろうということを閣議決定をしたその日の午後に地震が起きたんですね。地震がもうちょっと早かったら、あるいは閣議決定がもし午後に予定されていたら、この法律がなかったので、本当にこれも歴史のあやというかですね、非常な偶然を感じますが、まあ、そういう意味ではこの中国、ドイツ、日本の今太陽光発電を競う三国志のある意味日本もこう仲間入りをすることができたというかですね、非常に歴史の偶然があります。で日本はですね、ちょっとこうまた分かりにくいグラフですが、今できた量もすごいと思われるかもしれませんが、日本はすでに、去年1年間で700万キロワットができたんですが、6500万キロと今の10倍の設備は政府が作ってもいいよという今認定をすでに与えていますので、少なくとも、今の10倍ぐらいは作れる余地があると
ただまあもちろん実際にはもっともっとですね、本当に全体の量でいうと環境省の、まあ何とかこう資源量調査というか、実際に太陽光発電を つけることができる屋根とか、空いてる土地で現実的なところを、全部 GPS、GIS のデータで洗い出すと、太陽光発電は日本ではだいたい2億キロワットできるだろうと。2億キロワットというのは実は日本全体の電力供給設備がちょうど2億キロワットなので、まあ、それぐらいの規模は十分できるんじゃないかと。で、風力発電は実はもっとすごくて、陸上でだいたい2億8000万キロワットできるんじゃないか。で、海の洋上という海の中の風力発電を合わせれば、日本は海を入れると世界の大国なので、海で入れると15億合わせて18億キロワット、日本の電力設備の2億のさらに9倍ぐらい風力発電は作れるんじゃないかと。で、あとは地熱発電、日本は火山国なので地熱発電は現実的な範囲ではだいたい2000万キロワット、まあ、少ないようですけど原発20基分は十分現実的にできると。まあ、そういうような調査がなされています。まあ、そういった形で日本もようやく自然普及の仲間入りをしてきたわけですが、4つ目の大きな転換点は、エネルギーが単に自然エネルギーに変わる、あるいは大きな電力、まあ、がどんどん倒れていくということに加えて、この大規模集中型から小規模分散型へ構造転換を起こしつつあるということです。で、これはデンマークが一番はっきりとその傾向が現れていて、30年前のデンマークはちょうど今の日本と同じように電力独占市場で2つの大きな電力会社が電気を供給しています。で、この赤い丸は大型の石炭火力です。大型の石炭火力を2つの電力会社が持って、ある意味一方的にというか、今の日本と一緒です。東京電力や関西電力、中部電力が自分たちの地域で独占してそこに電気を送るという、そういう状況でしたけども、それが30年の時を経て、今現在の日本はどうなってる、あ、失礼、デンマークはどうなってるかというと、この大型の火力発電が完全に消え去って、6500基のこの青い点が風力発電なんですけど、青い6500基の風力発電と、あとは高ジェネっていうのは何かというと、発電だけではなくて、その発電の時に普通電気は100の資源、石油や石炭、天然ガスが一次エネルギーっていうんですが、100のエネルギーを投入すると電気は40しか出てこないんですね。で、残り60は温排水っていう形で捨てているわけですが、その温排水に相当するところを暖房と給湯でも使おうと。発電で40、50は暖房給湯で使って全体でロスは 10% ぐらいに減ると。その代わりに熱を暖房と給湯で使うとすると、あんまりその大きいところ、大きいものを使って遠くまでなかなか運べないので、小さい小規模なもので地域でパイプラインで熱を送ると、地域暖房で、作るということで、その資源が牛とか豚とかの、糞尿とか食品残渣とか、そういったものを発酵させて作るバイオガス、これも自然エネルギーなんですけども、で、この高ジェネレーションがおよそ1000基あります。この1000基の高ジェネレーションと、つまり電気と熱を起こす高ジェネレーションと、あと6500基の風力発電がデンマーク全土に、まあ、すごく広がっていて、で、技術としても規模としても、大規模集中型から地域分散型に、そして独占型から、なんとこの 75% は地域の人たちが協同組合とか、あるいは農家の方が持っているとかですね、エネルギーの所有が独占から地域の所有に完全に変わっていますので、今までは電気を単に買って電気代を払うだけだったところから、今は多くの人がエネルギーを生み出す側に回って、
エネルギーを生み出すと自分の電気代を払わない、もしくは、電気代をもらうと、そういう側に、まあ、実際に日本も今屋根に太陽光をつけておられる方はそういう経験されていると思うんですが、今まで東京電力に払うだけだったのが今や東京電力からお金をもらう、実は東京電力じゃなくてこれみんなで支払ってるわけですけども、まあ、そういうようなあのエネルギーの所有関係が変わってきた。でドイツがデンマークの後を追いかけて、こちらはエネルギー協同組合というのが今急速に増えて、ドイツ全体でもうおよそ900、もう現時点では1000に近いんじゃないかと思いますが、急激にエネルギー協同組合、自分たちのエネルギーを自分たちで賄っていく、作り賄っていくという組合が増え、地方自治体もドイツ全体で人口比および面積比で大体ドイツの4分の1の地域が自然エネルギーを自分たちは自給していくんだと、 100% 自然エネルギーを自立していくという目標を掲げている自治体がすでに4分の1に達しています。そういう形で、まあ、ちなみにデンマークは国全体で2050年までに自然エネルギー 100% というのをもう国立で掲げていますけれども、ドイツはまずは地方自治体レベルでそれを目指している。でそうすることによってエネルギーと地域の関係が大幅に変わっていくのはお金の面からも変わっていくんですけども、例えば福島県原発事故で、まあ、今大変なまだ状況にある福島県ですが、ある意味福島県はあのエネルギー植民地だったんじゃないかと、原子力10基東京電力の原子力を抱えて、実はあの原子力から東京電力というかあの関東地方まで送電線がこう手術でいうとカテーテルのように突き貫けて、福島県内東北地方には全く電気を下ろさずにそのまま関東地方に来てるんですね。で新潟も一緒なんですが、新潟の柏崎刈羽から新潟県内に全く下ろさずにカテーテルのようにそのまま電気が関東地方に来てます。で被害とかそういうリスクだけは、あるいは核のゴミだけは福島に押し付けて、電気は東京に送られ、しかもその利益も東京が持っていくと。でこう原子力が今回のことで非常によく分かりやすくなったんですが、福島にはさらにあの奥多摩とか会津の方に東京電力がおよそ300万キロワットの水力発電をまだ持っています。この300万キロワットの水力発電はまさに福島の自然が生み出している電気なんですが、その電気もそのままカテーテルのような送電線で東京に送られています。実は311の原発事故が起きて、福島県は2040年までに自然エネルギー 100% にするということを、これは県議会も県庁も県民ももう総意で1年後2012年の一昨年の3月に決定しています。私もその委員として参画をして、自然 100% を目指していこうと、自然に自立しようということを最初に決めた日本の県が実は福島県なんですが、実はその300万キロワットの東京電力の水力発電を福島県が、あるいは福島県のあるいは福島エネルギー会社とかを作ってですね、それが買収すれば、その瞬間に福島県はエネルギー 100% になるんです。それだけの規模なんですが、それは今もある意味エネルギー植民地的に福島から奪われていってしまっています。一番象徴的な猪苗代湖なんですが、猪苗代湖は福島県のが誇る本当に美しい湖ですが、猪苗代湖の水利権は全て東京電力が持っているんです。あそこの水をどれだけ汲み上げて何かを使うか、全部東京電力の伺いを立てないと農業にも使えないというですね、そういうような状況です。でそういう中で、例えば福島県はまあ200万人、今ちょっと減ってますが、およそ200万人で70万世帯で、福島県の方は1世帯ですね、1つの家族で電気とガスとあと暖房に使う灯油、この3つ合わせて1年間におよそ25万円の光熱費を使っております、平均でですね。で1年間25万円かける70万世帯ですと、およそ2000億円の光熱費を福島県の方は県全体で払っているんですが、そのお金は、電気代は東北電力なので、東北電力仙台に行って
で東北電力はそこの資源をサウジアラビアとかカタールから買ってますので、であるいは灯油はほとんどあのサウジアラビアから直結してきてますし、ガスもそうですね。そうするとこの2000億円というのは福島県の外に出て、なおかつ日本の外にほとんど流れていってしまったんです。でこれは家庭が使っている光熱費だけで2000億円なんですが、その産業界、商業とかあるいは工業地域の、工場とかが使っているエネルギーを回せると5000億円規模になる。そうすると福島県の GDP のおよそ 5% が失われていってるんですね。でそれを仮に地域のエネルギーで自立をするとマイナス 5% のこの失われている価値が地域の中に取り戻すことができる。だいたい日本全体でも25兆円の石油石炭天然ガスを輸入してますから、マイナス 5% の GDP なんですね。ですからこれを日本が仮にエネルギー自立を出したら、それだけでマイナス5が0、つまりプラス 5% の GDP の効果です。実はそれ以上の効果があって、地域経済でもナショナルの経済でもそうですが、輸入するとそのまま失われる100円ですけれども、地域の中に投資をするとそれはもう一回国内あるいは地域の中で再投資をされていきますので、外に払う100円はマイナス100円なんですが、内側で使う100円は平均で4倍使われていく。そうするとマイナス 5% をゼロにするということは GDP にしてプラス 20% ぐらいの可能性があるということなんですね。でそういう、まあ、この光熱費福島県の税収の2000億円にも匹敵するわけですが、そういう意味でエネルギーの自立というのは地域の経済自立としても非常に、まあ、つながっています。ただそこで大きな課題というのは、自然エネルギー、今日本中で先ほど見ていただいたあのピンクの図はですね、ほとんどがまだ90数パーセントはやっぱりこれも東京の大きな資本が作るメガソーラーであるということなんですね。そうすると例えば福島県あるいはどこでもそうですけども、仮に福島県だとして、福島県に、これはたまたま30メガ、つまり3万キロワットの太陽光発電所を東京の商社が例えば作った場合、福島県に落ちるお金は40数億円ですと。これはあの地域の地方税ですよ、いわゆる法人事業税と固定資産税です。で、ところがそれを福島の地域の人たちがこの30メガ3万キロワットの太陽光発電所を作ると、地域の人たちに対して収入が発生しますので、その分をカウントするとおよそ90億円近い80億円以上の地域の収入の、いや倍半分の差が出てきます。ですからエネルギー全体でも奪われるそのなんか構図になってたわけですが、一つの小さな太陽光発電風力発電で見ても、地域の人たちが作るか、もしくは東京や地域以外の、場合によっては今中国の上海電力というのは日本中にメガソーラーを買い作ってたり、あるいはアメリカの GE ソーラーとかが作ってたりするわけですが、環境とエネルギーの自立のためにはどこの国のどんな資本が作ってもそれはいいんですけれども、地域経済という視点から見ると地域の自立のためにはやはり地域の人たちが作る、先ほどのデンマークやドイツのようにエネルギー、地域のエネルギーを作っていくということは非常に重要で、まあ、それを我々はあのエネルギーの地産地消をもう一歩超えて地産地所有と、エネルギーを地域の人たちがちゃんと所有する時代がもう来てるんじゃないか。でこれはあの、コミュニティパワーというふうに英語では言います。で日本語ではあのコミュニティパワーっていうとこう分からないので、ご当地電力とかご当地エネルギーと、ちなみに去年の流行語大賞の対象にはなりませんですけど、あの候補にご当地電力っていうのは実は去年上がったんですけども、残念ながら対象にはなりませんでしたが、ただ電力だけじゃなくてあのお湯とかですね、暖房とか熱も作ったり、場合によっては燃料ですね、作ったりするので、ご当地電力じゃなくてご当地エネルギーというふうに呼ぼうということで、日本語ではご当地エネルギー、国際的にはコミュニティパワーと。でこれはあの3原則あります。
地域の人たちが今ちゃんと持つっていうことですね。でこれもわざわざカタカナでオーナーシップっていうふうに書いてるのは意味がありましてですね、オーナーシップには2つ意味があって、一つは直接的に所有をする、この車のオーナーは私ですっていうそのオーナーっていう意味ですね。でこれが先ほどの地域経済的にも地域の人たちが持つことに非常に意味があるっていうことが第一の意味合いですが、ただやっぱり全ての人が全てエネルギーの所有者になかなかなることは大変なんですけども、もう一つオーナーシップの意味は社会学的というか政治学的に広げた意味で言うと当事者意識という意味なんですね。つまりエネルギーを自分たちのエネルギーを自分たちで作るときに、自分たちが事業者として作るというオーナーシップ、狭い意味の所有者として作るということに加えて、地域の人たちみんながあれは自分たちのエネルギーなんだという当事者意識を持って向き合うということがすごく大事なことだと思うんですね。でじゃあそのためにはどうするかというと、その意思決定にみんなが関わるという非常に開かれた場の中でみんなで何をどこにどうやって作るんだということを参加型で決めていくということがすごく大事で、そうしないとふと気づいたところ、気づいたときに、頭越しで自分の裏庭に知らない間にソーラーとか、あるいは風車ができて、いかに環境によくてもみんなが大切にしている思い出の場所がいきなりソーラーで埋め尽くされているとかですね、あるいは自分のみんなが地域の人たちが大事にしている景観を遮るように風車ができているというと、やはりそれは彼らの言ういいことではないんじゃないか。でそれはやはりみんなで地域の人たちが合意を作りながら決めている。でもう一つ大事なことは、そこから得られる便益ですね、メリットを地域の人たちがちゃんと享受をする、受け止めるということが大事で、第一直接的なこの便益の2つ意味がありまして、一つはお金、経済的な便益ですね。ですからそこが生み出す利益をさっきの福島みたいによそが持っていくんじゃなくて、地域の人たちにちゃんとお金、経済的な便益が地域に潤っていく。でもう一つ便益はやっぱり社会的な便益です。お金だけじゃなくて、これ最初の当事者意識とつながりますけれども、そのみんなで相談をしながら苦労しながらですね、風車を最初に作った。でその時のオープニング記念のパーティーというかですね、であるとか、あるいはその後でちょっとご紹介しますが、地域の人たち、小学生が、地域の子どもたちがその風車に名前を付けて、みんなの風車だっていう思い出であるとか、あるいはそのエネルギーをみんなで作ったことが誇りになっていくとかですね、そういう社会的な便益と、でその3つがセットになると、最近自然エネルギーもいいことばっかりではなくて、やっぱり風力発電を作ると景観がやっぱり良くないんじゃないかと、あるいは、鳥とかですね、自然環境に影響があるんじゃないかと、で低周波とかですね、音がうるさいんじゃないかということがよく指摘をされて、こう反対運動なんかもあります。で最近ですと太陽光発電でも、九州の吉野ヶ里遺跡を潰すように作られる太陽光発電とか、最近湯布院の太陽光発電は撤去になりましたけども、やっぱり景観を悪くすると、でそういうことはこの3つを原則守っている自然に関してはほとんど例がないですね。で例がないだけではなくて、風力発電というのは大体騒音基準からすると、夜中の静かな時に30デシベルぐらい落とすために、大体1キロ距離を離すというのが大体設置基準になっているんですけども、ドイツとかデンマークの農家の人たちが自分たちで運営している風力発電はもう軒先50メートルから100メートルのところに風車があるケースがよくあるんですね。 でもそういう風車っていうのは決して全然その農家の方はうるさいと思わないんですね。それはその直接的に利益を生み出してますから、風の音がショパンの知らねえに聞こえてあるいは貯金通帳が増えていくという非常に心地よく、そういういい関係をですね、
自然地域の自然エネルギーとコミュニティを、作っていく。でそういうのを日本でどんなふうに作ってきたかということですが、日本で一番最初の、まあ、いわゆるご当地エネルギーは北海道グリーンファンドの鈴木さんという方で、私この20年代ずっと二人三脚で一緒にやってますが、北海道の白鳥のある浜頓別町で一番最初に作られた風力発電です。浜風ちゃんという名前で、地元の小学生が名前を付けてくれて、2001年できましたね。13年前ですから、もう今、名前を付けてくれた、子供たちがもう20歳過ぎてますが、本当に、この風車は、地元の人たちの参加型で作られただけじゃなくて、北海道さらに日本中の人たちが、お金を出し合って作ってですね、合計2億円のうち1億5000万円を、みんなでお金を出し合って作った風車で、政府の補助金は全く一銭も入ってなくてですね、あと銀行が残り5000万を融資して出して、その、出資した人の名前がみんなこう書かれていて、で出資した人はこういう子どもたちを連れてそこでまた写真を撮ったり、するというような形で、最初に作られた風車ですね。でたまたま私と同じ名前なんですが、長野県飯田市で、これは原さんという方ですが、市民やっぱり市民出資型市民参加型で、太陽光発電を分散型でつけていくというのを初めて実現をしたところですね。こちらも2004年からスタートして今ちょうど10年になってます。でこういうそのご当地エネルギー、先ほどの浜風ちゃんのからスタートして風力発電はポコポコ増えてきて、で、飯田市の太陽光発電、あるいは岡山県備前市と飛騨高山のバイオマス、いわゆる木を使ったエネルギーとか、富山県の小水力発電なんかを、まだ固定価格買取制度が入ってなかったので、いろいろ苦心をしながらも、しかしその地域に根ざした形でいろいろ作られて、というかまあ我々も一緒に作ってきたんですが、そうした経験、過去十数年の経験で、やはり非常に大事なのは地域の中にそういうエネルギーをコミュニティに根ざした形で、そして行政とも一緒になってエネルギー政策に寄り添う形で、でエネルギー事業を、あと地域のお金を使って、みんなのお金を使って作っていくと、こういうことをですねやっていくことができる人と場を地域の中に作る、そういうところは本当に持続的に発展をしていくっていう、やっぱりその人材、地域の人材育成っていうのが非常に重要だなということが、まあこの間の経験としてあります。で3.11 のやっぱり原発事故によって、一つはその先ほどの奇跡のように固定価格買取制度、いわゆる自然エネルギーの買取制度というものができたっていうのが、非常に大きな不幸中の、一つの幸いというかですね、偶然の良かったことなんですが、もう一つ良かったことというかですね、こう不幸中の良かったことは、あの事故をに直面をして、日本中の人がエネルギーと原子力、あるいは、環境、そして地域といったことをですね、一度は本当に一生懸命ですね、直面して考え抜いたということだと思うんですね。今はもう3年半経ってますが、それは、心の奥に収まっている人も多いと思うんですが、しかし一度やっぱり考えたということが心の中にすごく刻まれていて、それが実は今日本中で、もちろん反対運動でデモという熱い運動はすごく収まってるんですけども、何か未来に向かって何かやらなきゃいけないというような感覚はですね、ある意味民族的な記憶というか、心の中に刻まれたんじゃないかなという思うんですね。でそれで、生まれた今日本中でそういうご当地エネルギーに取り組む人たちがですね、やっぱりその3.11のあと本当に今増えていまして、で、我々も日々日本中を歩きながらそういう人たち
応援したりお手伝いしたり、あるいは我々自身も勇気づけられたりしたんですが、その一つの例がこの会津電力で、この方は230年続く会津喜多方の、大和川酒造の9代目佐藤八右衛門という方なんですが、この方の先代が喜多方の蔵の町づくりをされて、でこの方はラーメンの喜多方ラーメンというんですが、ラーメンの町づくりの仕掛け人で、そして今やエネルギーをやっていると。で、これもやっぱり福島県全体で自然 100% というのを、これはもう県民の意思と県庁県議会もみんなが気持ちを一つにして、そういう方向を目指したんですけども、しかしじゃあそれを具体的にどうやってやろうかということを、これは実は311の直後の7月に、浜通りという原発のある側は本当にずいぶん避難されてきましたし、福島とか郡山、これ中通りっていうんですが、これも意外と放射線量が高くて、みんな会津の方に結構避難されて、で、彼とか彼の仲間の人たちが何百人とこの会津喜多方の彼の酒蔵に集まってですね、2011年の7月にこれをどうしようかと、福島県は確かに原発で、これまでそれなりに潤ってきた部分はあるけれども、しかしエネルギー植民地として、しかもとんでもない被害を帯びて、この悔しさをどういうふうに打ち返していこうかという時に、そのデモとか反対運動じゃなくて、エネルギーを自分たちで自立することで、それで東京電力やこの国の在り方を見返していこうということを、でこれは会津喜多方というのは自由民権運動の、発祥の地の一つでもあって、でその議論の中で 誰とはなしに、これは現代の自由民権運動なんだということを、言われてですね、そして、みんながだんだん凝縮して、この会津電力というものが生まれました。でこの首都圏の近くでもいろいろ生まれてますが、神奈川県の報徳、神奈川県の小田原市ですね。で、加藤市長に、この方は鈴廣かまぼこっていう、小田原ですごい有名な慶長年間から続く、こちらも老舗のかまぼこ屋ですけども、で、神奈川県の副知事に、今、報徳 NM 社長やってる、この方はもともとソニーの取締役の方なんですが、そういう方が一緒になって、二宮尊徳の報徳思想をとって、報徳エネルギーというものを、取り組みました。で、こちらも311の事故の直後に、加藤市長が私のところに訪ねてみられて、その一つにはやっぱ小田原は観光の町なんですが、あの事故の後、連休とかもあっても週末とかに、一っ子一人小田原とかですね、箱根に人が来ないと。で、原発というのは自分たちの町の存続を本当に脅かしたんだと。でなおかつあの時セシウムなんかが小田原の、足柄茶とか、さらに静岡まで汚染をさせたり、そして、今や汚染水とかで海の幸が非常にこう、汚染される恐れがあると。でもかまぼこ屋さんからすれば海の幸は命ですから、そういうものをやはり自分たちはエネルギーの自立ということで打ち返していこうということで、当時は小田原電力っていうふうに言ってたんですが、最終的には報徳エネルギーという名前に、自ら決められて、報徳思想に沿った地域のエネルギーを作り上げていこうということを、決められた。で、お隣の静岡も地元の鈴代商事っていう、最大手の商事会社と NPO と静岡市が、合同で会社を作ってエネルギー自立の静岡未来エネルギーというものをスタートさせてますし、そして、宝塚は、遠くから見ると宝塚歌劇団とかですね、華やかなイメージがありますが、実際に地元に行くと大阪神戸のベッドダウンでですね、住民運動市民活動とかあまり活発ではない中で、しかしやっぱりこの原発事故に直面をして、行政と市民がエネルギーを自立していこうという動きが立ち上がっています。で、山口、安倍首相の地元でもあり、実は私の地元でもあるんですが、
山口でも市民の力でエネルギーを自立していくという市民エネルギー山口というもので今やってます。こういう事例が日本中にどん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 こう広がってきてまして、でこれはまさに311の原発事故で、あの時本当に多くの人がエネルギー直面、真剣に向き合って考え抜いて、その結果として、今見ていただいた酒蔵の親父とかですね、かまぼこ屋の親父とかですね、そういう全く異業種の人たちがエネルギーに今乗り出していってるっていう非常に面白い状況と、もう一つ政教さんが、非常に今協力し合って、消費者に安全で安心な食を届けるという運動から始まって、今度エネルギーを届けていこうということを、今政教さんが進められています。でそういった方々と今協力をしながら、じゃあこれは日本中で協力していこうということで、全国ご当地エネルギー協会、通称独占の電力会社をあっちの電磁連とすると、こっち側の僕らの電磁連だというような形でですね、今非常に、みんなで楽しく、つい先月は、こちらは8月23日に会津来た方に、またみんなで集まって、福島はもう今会津電力だけご紹介しましたが、福島の中でも、浜通り、南相馬、相馬、そして、富岡のような被災されているところ、あるいは飯舘もですね、飯舘電力、富岡も富岡復興ソーラーとかですね、福島中で同じような動きがどん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 今湧き上がっていて、で、実はこれ来週なんですが、来週23日に新潟でもですね、地域の市民エネルギーが今度立ち上がっていきますので、福島と新潟といういわば東京電力が原発植民地にしているところが今それぞれエネルギー自立の動きが起きているんですね。そういうようなことも本当に新しい時代の流れなんじゃないかというふうに思います。でこういうものをどんどん進めていくと、ちょっと、長期的な持続可能なエネルギー、単に自然エネルギーにしていくということは、世界全体を今石油石炭天然ガス原子力、これは持続不可能なエネルギー、持続不可能というとちょっと難しい言葉ですが、要は資源が有限なので、どっちにしろどこかで行き詰まるという入り口の話と、出口は原発は核廃棄物があるし、一歩間違えれば福島よりとんでもない事故が起きる、そして化石燃料、石油石炭天然ガスも中国の PM2.5 のすごい大気汚染や、そして地球温暖化問題、そういうその入り口と出口ですね、資源と廃棄物、環境問題から逃れるには、自然エネルギーを飛躍的に増やしながら、省エネルギー節電を進めていくと、この2つで挟み撃ちにしながらエネルギーを変えていくということが、すごい大事なので、時間があとわずかですが、省エネの話だけ最後にちょっとだけします。というのは311原発事故の大きな復興の中で3つだけ良かったうちの2つは、1つは自然エネルギーが日本で普及し始めた、そして日本中の人が原発やエネルギーや環境や地域のことに向き合って新しい動きが出てる。で3つ目はやっぱり節電がすごく進んだということです。東京電力6000万キロワット2010年にはあったんですが、去年も一昨年も今年もですね、2011年2012年2013年そして今年も6000万キロワット需要がピーク時今5100万で抑えてる、 20% 減らしてます、皆さんの力で。でこれは日本全体で言えば1兆円の節約効果なんですね。それで最初の年こそみんな必死で油汗流して大変苦労して減らしましたけど、今全然不便じゃないんですね。ある意味311の前のように皆さん電気使ってますけど、実は 20% 減らしてます。これはすごく大きな成果で、なんでこんなことができるかというと、実はエネルギーの謎で、資源としては100のエネルギーを持っている、例えば石油石炭天然ガス原発を
先ほど申し上げた電気は40にしかならないんですね。で60は温排水で捨てている。高ジェネは先ほどのこの温排水を暖房給湯で使うわけですが、で、このさらに送電で 8% ロスをすると皆さんの手元に届くときには37に減って、で、この先白熱球の、あの裸電球の白熱球で照明を取ろうとするとそこで9割は熱になって光には4にしかならない、10分の1しかなりません。そうすると100の資源が光に本当に使いたい明るさっていう光は4にしかならないんですね。でこれを例えばコンパクト蛍光灯っていういわゆる蛍光灯に変えるだけでここのロスが半分、9割のロスが5割のロスで済むので、ずっと遡ると同じ4の明るさを得るのに入り口のエネルギーが4分の1で済みますし、でさらに LED に変えたらここがもう半分ロスが減りますからここが10分の1で済むと。つまり今まで節電するというのはなんかこう寒い暗い暑いを油汗流して我慢するかのような錯覚があったんですけど、実はこの4っていう便利さを変えずにここを効率を上げていけば実は資源も減らせるしお金も浮くっていうことが分かったと。これが実はあの一番今後のエネルギーと経済の理想的な姿で、今まで経済を豊かにするにはエネルギーを増やさなきゃいけない。時間がかかりました。で、ところがまあドイツエネルギーの代わりとして二酸化炭素で見ると二酸化炭素を減らしながら経済成長できるわけですね。でつい最近のニュースでドイツは来年はついに赤字国債発行ゼロで、日本は GDP の今 250% の国債残高がありましたが、ドイツは今 76% ですが、来年はそれは去年から一昨年から去年に向けてマイナス 6ポイント減って、また来年も多分70を切るぐらいになると思うので、本当に経済を豊かにするには環境に関しても環境を良くしながら経済を良くしていくようなあり方というのはですね、本当に今後の正しい経済のあり方なんじゃないかと。で最後に、エネルギーは何のために使うのかと、ちょっとつたないで申し訳ないんですが、あのつい原発を使うか自然エネルギーを使うかとかいろいろこっちにまずこだわりますけども、実は今見ていただいたようにエネルギーを使った便利さというのはあのすごく減らすことができる、効率的にすることができるんですが、実はその先にあるのはどういう暮らし方を選ぶのか、でどういう暮らし方を選ぶのかの先にはあの私たちの人生と社会と地球の幸福というものがやっぱり目的としてあるわけじゃない。でちょっと今日ここの時間節約がもうあんまりお話するってことなんですが、本当は実はエネルギーをどう選択していくのかっていうのは使い方も含めたライフスタイルと社会のあり方で、あの最終的にはやっぱり幸福そして平和といった方向からエネルギーの選択ということを考えていく必要があるんじゃないかなと。で、最後はガンジーの言葉からですけども、自然エネルギーが辿った道のりはまさにこのガンジーの言葉に集約されていまして、最初は世界中でもドイツでもどこでもこう無視をされていたわけです。本当に取るに足らないつまらない技術でそんなものをあの滋賀にもかけられない。しかしちょっと目立ってくるとなんでそんなバカなことをやってるんだというふうなことを権力者側というかメインストリームにある人から言われる。でもそれは裏返しで気になっているからなんですけれども、そして今ドイツのように巨大電力会社が倒産の浮き目に遭うぐらいになってくると本格的な戦いになります。今ドイツはこのステージになる。しかしこれだけ世界中あまねく降り注ぐエネルギーでこれだけ安くなって全ての人にメリットがあるこのエネルギーは、確かに今後も障害は政治的な障害にはぶつかると思いますが、日本中でもこれだけ多くの人が、しかもこれまで酒屋とかですね、かまぼこ屋とかいろんな人がまさにこの方向だということを日本中でも世界中でも取り組んでいる、こういうまさに民主的な自分たちの社会を取り戻すその活動の中で取り組まれているエネルギーは間違いなくこれから本流になっていくというふうに私は信じてますし、そういう方向でぜひ
一人一人が取り組むことができるエネルギーが今世界を変えようと今してるんじゃないかというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。